この前もちょっとどっかトークショーで話したので何人か聞いてることがあるかもしれませんけど、うちの浅尾はね、酒癖が悪いんです。ちょっと信じられませんけどね。いや、絡むんじゃないんですよ。人に絡むんじゃないです。人に飲まそうとして自分で潰れるんです。もうね、あいつが酔っ払ってくると分かるんですよ、2つ水割り持って走り回ってるんですよ、そこら中を、もうしょっちゅう走り回ってるんですよ。先輩のところにこう作って、渡して、自分が一気して先輩にも飲ませて、また持って、また戻って、またそこら中で始まって、しまいには僕のところ来るんですよ、だって、だから何って言うと自分で一気して山本さんもみたいな顔してまた帰ってきて、また作って走ってるんですよ。だいたいそう始まると、あいつ30分ぐらいで潰れるんですよ、いつも潰れてます、あいつ。結局それ始めると、一気をし続けてるわけですよね。彼一人ね、彼はちゃんとやってるんですよ。彼人数分やってるんで、あれが人がいいとこだよね。まあそうですね、自分も同じ量だけ飲むわけです、でもね、ちょっとこういう風になってて、ちょっと トイレなんか行ったりして帰ってて、また復活してるんですよ。また走り回ってる。へー。あんま記憶にないことが多いみたいですね、彼。あ、そうですか。酒癖が悪いというか、あの酒に飲まれちゃうんで、そろそろ年も年だから、まあそうですね、考えるよって今度言っておきます。やっぱりあれですか、あのピッチャーは